今日はよろしくお願いします。一回ちょっとお顔の形とかを見させてもらって、はい、でどうしましょう。やり取りではバラバラになった、なんかここなんか全体的に結構ガタガタな感じ、なんかね、うん、ちょっとガタガタですね耳に仕事中こうかけるんですけど、うん、かけてもちょっとガタガタ、多分後ろがちょっと長いんじゃない、だから多分ガタガタしてるのと、あとは多分ぶつ切り感が残りすぎてる。これ綺麗にしましょう。やりましょう。で、全体的にはボブの形のまんまで、で、こうやって見えたり、前髪とかは、たぶんまま、ちょっと、整える感じで、了解です。カラフルな感じがいいと思います。暗め。赤みは、消したい。赤み消したい暗めで、いこうかな。黒は嫌そう。いや、別に。ありかな感じ。じゃあ、多分抜けるのも考えて、最初ちょっと暗めの、結構青みがかったブラウンとかやってあげれば、すごい綺麗な感じになると思う。そう行きましょう、はい、よろしくお願いします。これ辺も多分ご覧いただけると分かる、後ろここら辺がすごいもうブツッて切れてるんで、これが滑らかになればめちゃめちゃ良くなると思うんで、やっていきましょう。じゃあカットから行くんでシャンプーお願いします。はい、じゃあ行きましょう。まあトラブルシューティングいきます。まあさっきカウンセリングであったんだけど、ぶつ切り感出ちゃってるってことなんですけど、もう完全に分かりやすくこれイングラの入れる位置がおかしいのと、こうやって上からかぶってるものがバラバラ、ちょっとバラバラしてる。で、こいつをきれいにして、さらにこのブラントを、ブラント感っていうのをきれいに滑らかにしていこうかなと思います。まあ、こういう場合はすごい簡単。こうやって、まずきれいに切ってあげればないでしょう。いきます。じゃあ、ちょっと下向いてください。ここに、まあ、イングラ入ってると思うんですけど、イングラは、何度も言うというか、いろんな動画で言ってるんですけど、後で入れます。先にまず切っちゃいます。長さを変えたいわけじゃないんで、ちょっと切ります。たださっきビフォーの状態見てもらって分かると思うんですけど、後ろがちょっと長く感じたので、そこに関しては少し後ろがちょっと。で、切ったら必ず C シェイプして、この出てくるやつらは落とす。これだけで結構綺麗なイングラが入る。これで C シェイプして、出てきたのを落とす。落とす。C シェイプして、この出てくるのを落とす。それだけで、こう、全部綺麗に揃えます。はい、次。で、次。この上は、テンションをかけない。ノンテンションで、落ちる位置で。で、徐々に前下がりにするために、後ろに引きます。こいつを後ろに引いてあげることによって、緩やかな前下がりができます。はい、テンションをかけない。こんな感じかな。はい、次行きます。もう結構トラブルシューティング相当多くて、僕もう何年もやってると、すごいとんでもない髪型になったんで助けてくださいとか、あとはまあ一番多いのは縮毛矯正がチリチリになってしまって、まあ直せない場合もあるんだけど、基本的には綺麗になるし、あとはなんか一番多いのはカラーのミスも多いし、カラーも多い。結局何でも多いですね。で、駆け込み寺みたいになってます。マジック。もうやってること一緒です。こうやって落ちる位置。きれいにフォーミングしてあげて、きれいにハサミを入れてあげれば絶対に馴染む。もうこの時点で若干左が長かったっていう。しっかりと左右揃えます。で、揃いました。で、まあ今ワンレーンです。きれいで切ってあるんで、まあ、細かいとこ取ったらこのままアウトライン全部決めちゃいます。左からいきます。顔周りの毛はこういう時は切らない。できる限り、よっぽどミスがなければ切らないとか、長さは変えたくない。一回こっちにして、きれいに揃いました。ここから内側は削っていくんだけども、基本的にはまずこのアウトラインを決めます。逆側も同様です。これは切るとかあんまないですね。全然ないかも。右側は切ってない状態で、左はしっかり切った状態。これで左右揃った。さあ、そしたら次はこれ今ワンレングスの状態なんで、まあ基本的にグラデーション入れない、こういうミニボブっていうのかな、今名前があるのは。この状態でグラデーション入れちゃうと変な高さが出ちゃうんで、ただ全くゼロの状態だと
さっき言った重さが出るんで、この角、ちょっと下のワンリングスは絶対触らない、この上の角だけ、もううっすらグラデーション、入れたら今度はこの内側をこの角を取る、ここでイングラを入れるんです。そうするとこんなに綺麗に収まる。いきましょう、次。で、下のワンレングスは切らずにこの上の角だけ落とす。落としてこの内側の角を取る。これです。このアウトラインのこれ。この角が一番邪魔。これ、ね。よし。はい、はい、次いきます。で、さっき切った角はここで切ったんで、こいつの延長線上でいきましょう。あ、ちなみにこのカットでダメな場合っていうのは、外ハネスタイリングをしたい場合はあんまりこのカットじゃない方がいい。ただこのレングスで外ハネはあんましないですよね。もし伸びてからなんで、それは大丈夫。カードを取って、まあ、収まりのいいボール全部後ろに引き出して、このカードを取りよう。後ろに引き出す理由は、前に行くにしたがって、もうほんのちょっと入れたカード取りのグラデーションがなくなってワンレングスになる。ワンレングスになる理由としては、ここら辺顔周り厚みが欲しいのと、耳にかけた時にしっかりとここが綺麗になる。耳周り、耳にかけた時にガタついてたっていうところが綺麗になります。綺麗になってます。はい、簡単。逆サイド同様、後ろに引き出してさっき言った角を取るだけで、前は全部後ろに引き出して、前はだから切るとこないと思ってください。で、耳にかけて、ラインを見て、飛び出てもで、顔周り、このイヤートゥーより前を C シェイプしてあげて、こう、もみあげの角は取る。こういう細かいことの連続だからカットがうまいけど、それをいかに悩みを克服するか。これ、この角、いらない。はい、終わりました。乾かしてドライカットします。はい。乾かすの大得意な岩崎さんがいる。はい、ドライ、終了しました。ではでは、続きを見ましょう。多分、もうこの時点で見てもらうと、うん、だいぶ綺麗。これで、まだぶつ切りなんで、これを開始しましょう。じゃあ、またこれをグッとしてみてください。で、ぼかそうとするからって、すいていくとラインが崩れるんで、チョップで。で、この時に一番下を産毛状態にするっていうところがあって、この一番下のアウトライン、ほんと一番下を肌になじむように薄くします。ここそうすると首になじんでくるので、おすすめ。これだけでもう肌になじんだのが分かるかなと思います。次いきましょう。で、この時に縦スライスで行く方が楽なんだけど、横で行った方が綺麗になじみます。注意は取りすぎない。取りすぎるとせっかくの丸いシルエットが崩れます。横スライスで毛先を落とす。まあ、あんま難しいことはない。逆サイドも同様です。で、顔周り、このフェイスラインが揃っているかどうかでまず確認して、顔に被るところっていうのは結構お客さんから見ても分かるんで、しっかりとセーブするんです。
ここら辺の毛がしっかりと長め重めにした方が顔が小さく見えます。絶対に切りすぎない、切りすぎない。であとは細かいところの調節にいきましょう。でまず耳にかけるっていうことなんで、耳後ろ、いつも言ってるやつですね、この耳後ろが重いとかけた時にここが膨らみすぎちゃって跳ね返ってきちゃうんで、こいつの収まる収納場所を決める。ここ、この耳の後ろのここを根元から取る。ここを取る。そうすると綺麗に耳にかかります。はい、逆サイドこういう感じです。まあ、カットを綺麗にするコツはベースカットをめちゃめちゃ綺麗に切ってで、そのベースカットをチョップカットでぼかす。もうそれができてれば基本はそんなに難しいことはない。触って重いなと思うところを根元から。そしたらさらに顔を小さく見せたいのはもう女性全員だと思うので、前髪とこの横の毛の間を作った方が絶対にいいです。でここが今見てもらうと分かるんですけど、この前髪がありますすぐこの横になっちゃうんでカクンとなるんですよ。こいつの間をここスタートしてここからちょっと落とします。ゆっくりハサミを閉じる。そうするとこういう小さい毛が頂戴し肌に馴染む。よし、こんぐらい。そうするとこっち側は前髪からズドンと落ちるんだけど、前髪からちょっと肌に馴染んで落ちるんでより顔がシャープ。逆側同様ですね。逆は持つとき親指入れないでこうずらすだけ。こんな感じ。そしたら前髪はまあそんなに短くしないんで、まっすぐ引き出して、でさっき切ったこの前髪とサイドの毛、ここ前髪、これサイドの間の毛、ここを両方掴んで前髪のスタート地点の1センチ上から軽くすいて、そうするとより柔らかくなります。逆サイド同様です。前髪と前髪の脇、この脇を1センチ上から優しくすいてあげる。タイトになってきましたね。重さは結構こんぐらい重い方がいいですね。なんかここら辺とか軽く方がいい。どっちでもいい。じゃあちょっと軽くしましょう。ちょっとボブで上の方が重すぎるので、この内側を少し両取ります。まあ、言うてもそんなボブの丸さを削らないぐらいで、この鉢ですね。鉢回りはしっかりと。表面触らない。そうするとよりこの束感だったり抜け感が出ます。こういう束感出すときはスライドカット、すきばさみは使いません。一番上の内側をよいしょ、変わりました、だいぶでかけてもきれいに変わってくれて、かつこのボブの丸さが出ていいじゃないですか。バッチリです。じゃあバッチリなんですけど、カラーします。じゃあカラー準備。ういっす。薬はアディクシーのゴサファイア、単品 3% 等倍です。赤い髪の人が青いカラーで塗ります。ちょっと安心。はい、シャンプー上がりました。いかがでしょうか。わかんないよね。濡れてると青系は濡れてると暗いんで、しっかりとね乾かして色見てみましょう。じゃあ岩崎さん、ドライです。はい、じゃあドライ完成。カラーも完成しました。いい感じじゃないですかね。ツルツルになってで、まあ一番最初の悩みだったところからいきましょうか。で、まあ一番最初の毛先のガタつきっていうのはもう全部綺麗に収まったんじゃないですかね。柔らかい質感になって、でぶつ切りのところはほぼないですね。でも一応ちゃんとラインは保つようなボブにしてあります。なんでそんなにグラデーションも入れずに柔らかく仕上げてます。で、横に行ってもらって、さっき言ってた耳にかけることも多いということなので、かけるときにしっかりとここのラインが揃う。綺麗に、いい感じですね。よいしょ。でもって少し軽いのと、若干暗いっぽいんだけど、赤みを抑えた色。まあ、今回サファイアっていうのを色を使って綺麗にしました。ちょっと軽くスタイリングでつけて、完成です。お疲れ様でした。一回触ってみてもらっていいですか。あ、大丈夫。
全然違うでしょ。そう、すごいほんのちょっとのカットで手触りとか柔らかさっていうのが全然違うんで、明日からめちゃめちゃスタイリングしますからこんな感じでありがとうございました今日は、ボブのカットの、まあ、修正ですね。そんなにバッサリ切るっていうよりはなんかちょっとうまくいかないな、まとまらないなっていうのの修正っていうのを今日はやらせていただきました。完成しましたんで、今日は本当にモデルさんも夜遅くにすいません、ありがとうございます。じゃあそんな感じで、まあ、自分のチャンネルではしっかりとこういうあのカットだったりカラーだったりなんかあと縮毛矯正だったりっていうあの技術、美容の技術の技術向上になるような動画っていうのを配信してますので今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。